はい、山田です。今日はちょっとリスナーさんのリクエストとリスナーさんのカスタムの紹介ですね。以前紹介した、ブレイクデスサイズ、あれを元にですね、リスナーさんが、改良を加えてくれたカスタムがこちら。ここはアーマードホイールなんですけどね、ちょっと今代替がないので、まあドレッド幅広いこのレッドのホイールで代用しています。で、こっちが小径で、こっちが台径で、こっちにこう傾くのかな。で、私の以前のブレグレスサイズだと、こっちに回っちゃってんですよね。台形の方に回っちゃう。で、これもちょっとね、再現ね、すごい苦労したんだけど、今は右回転で回るはず。じゃあちょっと動き一回見てもらいましょう。ちなみにリスナーさんのやつもっと回ります。リンク貼っときますので見といてください。で、今日は何をするかというと、このようにね、スピン停滞ってクラッシュギアにはつきものだと思うんですけど、 IOD ですね。で、ディスクで動きがどう変わるかっていう検証になります。で、一番いいのはスピンやめてちょっとダッシュしてまたスピンしてくれるっていうのが一番いいですね。で、これ動画テイクいくつだろう、もう 3,4 ぐらいなんですけど、なんで取り直してるかっていうと、 IOD アームですね。これがちょっとどれが適正なのかいまいちわかんないっていう。まあこれ後で多分リスナーさん教えてくれると思うんですけど、とりあえずこっちの台形の黒の方は S 車仕様ですね。で、こっちはノーマル。で、さっき出した NG のやつは効きを強くしようと思って、こっち S 用にして、こっち ZS 用にしちゃったんですよね。そしたらなんか全然動かなくなっちゃって、ウィンウンウィンウンウィンウンってなって、なんかつまんない動画になっちゃったんで、ボツです。というわけで行ってみましょう。おそらく一番無縁の D2 ディスクですね。これは右と左両方回ったのかな。動作的には一番多いディスクですね、外れずに。基本的には私 WIOD はこのディスクつけてます。 LR なんで両方対応できるんで。それでは動きに、若干右回転の加速が入ってるのが分かりますかね。ただ V
ブレーキによってスピン解除っていうのはちょっと難しいみたいですね。ちょっとね、はい、この変荷重のホイールに対しての IOD のアームの選定がすごい難しい。効かせようと思えば効かせられるんですけど、スピンが死んじゃうんですよね。はい、次 W1 リスク。これは左回転の、フォローをするリスクです。なんでこの子右回転なんで、途中で左のブレーキが入るはずなんですよね。それが入るかどうか、ちょっと微妙ですね。引きが入んない。ちょっと台形側の方を Z スピンアームに変えてみましょうか。これで動きがだいぶ変わるんじゃないかな。ちなみにリスナーさんのカスタムを朝8時から再現しようとしてこの時間です。ちょっとクラッシュギアしばらく見たくないですね。台形側の方を Z スピンのアームに変えました。これで動き変わるか。まあ今短期で回してるんで、左回転が効いて左スピンに行きましたね。通常は右回転なんですけど、バトルの場合はこれは両方回転するんで、まあ美味しいんじゃないですかね。結構はい、じゃあ次、W2 ディスクですね。これは右回転特化になりますんで、おそらく右回転が強くなる。でも左のブレーキ今強くしましたんで、途中でブレーキが入るんじゃないかな。
やっぱり予想通りですね。これが一番いいんじゃねえかな、やっぱり。で、左のブレーキ強くしたじゃないですか。強くしたんでかなり効いて、うまくいくとスピンから脱出してるんですよね。何回か壁に当たったりとかして、非常に美味しい動きですね。これは停滞対策にはうってつけですね。これはライトアームも強くした方がいいのかな。これよくわかんないんだよね。ちょっとダブルリスクは異常になります。ちょっとあれか、ディーズリスクもう一回行きましょう。メリハリあるスピンって感じですね。特化してる感じがしまいですね。はたから見てると変重心のホイール履かしてるギアには見えない感じですね。まあやっぱ優等生ですね。私が普段使ってるだけのことはあります。はい、こっからです。以上リスナーさんの方でこのディスクも使えるよと教えてもらったんでやってみようと思うんですけど、まあ突起の数が少ない順でいきましょう。じゃあ S1 ディスク、これは面白いですね。おー、いいですね。左のブレーキが強すぎて左回転に入っちゃいましたね。これどこ、アームはどっちが正解なんだろう。弱いと効かないし、強すぎると微妙な動きだし。はい、次じゃあ D2 ディスク、あ、 D1 ディスクですね。これはブレーキが同時にかかるんでどうなるんでしょうか。ごめんなさい、これアーム元に戻します。
はい、リフトアーム元に戻しました。もう一回いきます。今度はブレーキが効いてる感じがしないですね。というわけでちょっと両方ともはブレーキを強にしましょうか。はい、両方ともブレーキ強にしました。多分効きすぎちゃうと思うんだけどな。いいですね。芯から脱出できますね。結構いい感じですね。高速スピン入った時に強制的にダブルブレーキでストップかかってるんで、そっからダッシュ入るんで結構いい感じですね。じゃあ最後お待たせしました、 T1 ディスクです。ちなみにブレーキ弱でやるとスピンで入ってそのまま終わりですんで、まあ、今の強の状態の方が面白いんで見てください。
このようにバトルにはちょっと使い物にならないような感じですね。動きとしては可愛いです。ちょっとダダっこしてる感じ。ちょっと S1 ディスクもう一回試していいですかね。D1 より S1 かな、私は。じゃあブレーキ強状態で W2 ディスクやるとどうなるのか。ダメですね。スピンが強すぎて脱出できないですね。ブレーキ強ですよ、これ。そうすると、W1 ディスクの方が適正率高いんじゃないかな。使えないですね。ここに来てあれですね、 S1 と D1 が優秀ですね。私の中では使うならどっちかだな。うん、これはガチで。あら、もう24分も喋っちゃってる。ごめんなさいね、ちょっと疲れてて路列回ってないと思うんだけど、最後にカスタムね、おさらいしときましょうか。一応右方向の偏重心カスタムになります。シャーシは、MVTS シャーシ使ってます。で、シャーホイールの方がクラーケンハイカス、ハイスピンカスタム、ドラゴンダッシュ、ごめん名前が出てこない、ファイヤーなんちゃらかな。本当は、アーマードホイール、アーマードホイールも試したんですけどできなかったんですよね。私はなんかしねえがこっちの方が良かったんですよ。でですね、 IODW 積んでて、でこっちのアームが、S シャーシをですね、ちょっと長いやつ、普段ノーマルでは使わないんですけど、でこっちが ZVT シャーシ用のスピン用のアームですね。この台形に対して効き強くするにはこれが一番ですね。さっきの、シャーシ、シングルディスクですねの動きは、
この強ブレーキじゃないとできないですね。いや、意外といろいろ発見があっていい検証になったな。というわけで私のブレークデスサイズはこのカスタムでいきたいと思います。見た目は悪いですね。粉かなんとかしたいな。アーマードホイールもう一回試すか。まあでもせっかく右回転に持ってったからな、これ真似しようとする方は気をつけてほしいのが、この見たまんま真似しても右回転になる保証はないです。私は左回転ずっとしてましたんで。この組み合わせも午前中やった気がするんだけどな。というわけで長々お付き合いありがとうございました。 IOD ね、もうリスナーさん言うように確かに奥がすげえ深いなとは思いましたね。あとこのブレーキのかかりですね、今まで当たり前だと思ってたのがちょっと今回通用しなかったのがあるんで意外な発見でしたね。というわけで山田でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。